こんにちは。今回は八つ編みを3パターン紹介します。まずは1つ目、こちらは手の動きがポイントです。左は手の甲、右は手のひらを正面にして、それぞれのロープをつかみます。この手の形がスタートポジションになります。手の向きをくる、左右を反転させます。真ん中2本を左が上になるように重ねていきます。もう一度スタートポジションに手を整えて、左のロープを上に重ねます。ロープを引き上げて形を整えます。この手の動きを繰り返していきます。形がよれやすい場合は、1回1回整えてから次に進むと全体が綺麗になります。手の動きに迷ったらスタートポジションを思い出して、手をくる、こんな感じで編み上がりました。中心がぷっくりするとバランスが取れて可愛いかな。続いて2パターン目です。最初は同じ動きになります。右のロープを上に重ねて、左のロープを下から交互にクロスしていきます。もう一度右を上、左を下から交互にクロス、形を整えます。同じ動きを続けていきます。
はい、できました。パターン1と同じ模様になります。それではラスト3パターン目です。フィッシュボーンとも言われている編み方で有名なんだけど、ヘアアレンジで聞いたことある人も多いかもしれないです。私も昔チャレンジしたことあるんだけど、その時はできなくて諦めちゃったんだよね。枕目戻って最初は今までと同じです。外側のロープを動かしていくんだけど、右を上に重ねて、左を上に重ねる。そしてまた右を上に重ねる。同じく左も上に重ねる。常に外側にあるロープを中心に持ってきて重ねていきます。どうかな、単純な動きで簡単に見えてこない？このパターンは形が崩れにくいので、最初の2つより編みやすいです。これも中心に集まる編み目が可愛いよね。ブレスレットにしてもいいと思う。完成です。ぜひ好きなやり方でトライしてみてね。マナチュラのまなみです。今回も動画で紹介した四つ編みを使ったアイテムがこれです。ボトルホルダー作りました。かわいいんですよ、こういうやつね。動画では 5mm のロープを1本ずつ束ねていったんですけど、このボトルホルダーで使ったのは 3mm ロープを2本束にして四つ編みを作ってます。結構ぷっくり編み目が出てきて可愛いのと、強度もしっかりしてるので、割となんかブンブン振り回しても形が全然崩れなかったです。すごいショルダーに使いやすい編み方かなって思います。で、このボトルホルダーはまたなんかやり方の動画出せたらなって思って、夏とかねすごい使えると思うので、なんか結構インスタ載せたらお子さんに作った方とか教えてくださって、教えてくださってっていうか、もともと作ってましたって。で、なんかここにフリンジあるタイプとかも可愛いんですけど、今回はフリンジないタイプで作って、そのやり方なんかも一緒にシェアできたらなって考えてます。それで今回が初めて YouTube 動画撮って編集してみたんですけど、めちゃくちゃ大変で、もうなんかやっぱり慣れないことだから最初難しいのは分かってたんですけど、本当にちょっと大変で、まだコツをつかめてなくって、全然ねちょっと見にくいところとかもたくさんあるかもしれないんですけど、徐々に動画作っていって、見にくい部分とかも改善していけたらなって思って、
よければこれから YouTube の方も見ていただけると嬉しいです。マクラメに関することをなかなかこうやってゆっくり説明することができないので、 YouTube ではゆっくり丁寧にコツなんかをちょっとしたためになることとか発信していけたらなって思います。普段はインスタグラムメインで発信をしているので、もしまだ見たことないよっていう人はインスタグラム遊びに来てください。 YouTube の更新もこれから頑張っていこうかなと思っているので、またぜひ見に来てください。それではまたねー。